2009年に建設されたシャープ堺工場。大阪サステナブル建築賞大阪府知事賞を受賞。大阪府堺市、2017年4月24日、撮影。平成27年度サステナブル建築物等、先導事業の採択プロジェクトに決定した、建設中の水穂の国記念小学院の校舎及び体育館。大阪府豊中市、 2017年3月10日、撮影。持続可能な建築あるいはサステナブル建築は、設計、施行、運用の各段階を通じ、持続可能性に配慮して建築物を構築することで、ある。1998年12月、一般社団法人日本サステナブル建築協会が、設立され、以来三観学一体で、サステナブル建築の調査、研究、 開発が推進されている。国土交通省は2001年よりカスビーを活用し、建築物の環境性能を評価している。また、サステナブル建築物等先導事業を実施、補助金制度を設け進行を図っている。大阪府は2007年より大阪サステナブル建築省を運営。2015年からは、 大阪市との共催で大阪環境に優しい建築賞を実施している。環境に配慮した優秀な建築を称える持続可能な建築世界賞が2007年からローカス財団によって運営されている。ありがとうございます。